昨日劇的な試合でこう盛り上がってるけれども、しっかりと今日はもう一回ゼロの気持ちになって、みんなで走ってみんなで戦ったから勝てたから、ワン・ツー・スリー・ゴー！ Let's go！ ラストバック、ラストバック、ラストバック、少し、もう少し寄せよ。ワン・ツー・スリー・ゴー！ Let's go！ ネーションズカップ3日目、よっしゃ、日本代表チームは2連勝で、はい、この3日目につなげてます。今現在クロアチアとメキシコが、前半終えて 2-0 でクロアチアが勝ってるんですけど、クロアチアがこのまま引き分け以上だと日本のグループステージ突破が決まります、はい、このグループステージ突破、日本代表にとっては7大会目にして初のグループステージ突破ということで、私たち2人が助っ人としての役目も最低限の目標だったんで、それはもう少しで達成できるかもっていうところなんですが、とはいえ、今日3戦目アイルランド戦があるので、そっちの準備をしてしっかりとグループステージ突破を決めて、その先には準決決勝があります。そこで、しっかりと結果を残したいと思います。ずっとね出てるんで疲労溜まってるんですけど、3日連チャンの試合ということで疲労はあるんですが、もう疲労を気合で吹き飛ばせじゃないですか。関係ないっす、ね、はい、で今大会でもサッカーを終える選手もいるみたいで、タクムとかは、そうなんですか、うん、今大会で、日本に帰国するっていうことで、八百屋さんもこの大会が最後って言って、なんかそういうね、選手たちにとっても最高の思い出にするためにも、はい、優勝を目指して頑張ります、はい、まずは次の第3戦目頑張りたいと思います。よっしゃやるぞ。お疲れ様です。お疲れ様です。本当に1試合1試合、チームとしてすごい良くなっていると思うので、はい、せっかく那須さんと武尊君も来ているので、ここで、歴史を変えるためにもベスト4まで行って、そのまま決勝優勝という形で、歴史を変えたいと思います。カナダはもともと3ヶ月前までいたんですけど、そこからドイツにサッカー留学をしてて、那須さんと武尊君が来るということでカナダにジュバルを払ってきました、ね、それはもう、はい、勝つためにやってきた、はい、そうです。大活躍期待してるんで、はい、ぜひこの後の試合で頑張ってください、はい、頑張ります。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。まあ、今日、3試合っていう風な形で頭の中に入れてるけれども、まず、いつも言ってるけど昨日劇的な試合でこう盛り上がってるけれども、しっかりと今日はもう一回ゼロの気持ちになって地に足につけて、まず今日勝ち点取り、今日から総力戦になるから、ここにいる全員が試合に出て全員で一歩一歩の階段踏み出していくけれども、まず今日試合に出たやつらが勝ち点取り、全員でやらないと優勝までいけないから、でそれぞれ、気持ち引き締めて、いきなり出て緊張するやつもいるだろうけれども、ね、しっかりと気合い入れて、1戦目からやっていきましょう。 OK、 じゃあアップいこう。 OK、 行きましょう。行こう。あっちの結果みんな気になるだろうけど、もうなしね。昨日分かると思うけど、みんなで走ってみんなで戦ったから勝てたから、うちの今日本チームってみんながこう戦わないと絶対に勝てないから関係ない。今日は勝つ、全部勝つ、結局全部勝てばいい、 やるの変わんないから、もう意識の問題だから、気持ちでみんなで高めていきましょう。じゃあ行こうぜ。うん、飛ばしよう。何回言うねん。初日から憧れるのをやめましょう。バイ大谷翔平。ここちゃんと言うのクリスマス。昨日も言ったけれども、ね、このシチュエーションは今まで何回経験してる。ね、あと1回最後の試合で勝ち点1取れたらいいっていう、ね、1点失点しなかったらいい、1枚イエローカードもらわなかったらいいっていうシチュエーションはもう経験してる、ね、これでいったと思ってたら、ね、本当に足元救われるから、ね、最後まで、集中していく。 OK、 一番最初も言ったけれども、ここからが総力戦だから全員で勝ちに行くから、ね、これサブ組じゃないから、今回選んだのは誰が出てもスタメンの状態で選んでるから、だから何人か選べなかったね、だから今日出てるやつらはこれ自分たちがもうスタート次のセミファイナルも試合出るっていう気持ちでこれ結果出してやっていく。全く去年と同じシチュエーションです。今日の1試合目かなり大事よ。しっかりと、100% で頑張っていこう。あれタチル選手、はい、ありがとうございます。
はい、出ます。ケガのテーピングしてた。なるほど。じゃあ最初はベンチスタート、最初はベンチスタートって言われたんで、アップは別で、もし出ることになったらアップします。 OK、 ヒカル、ここだ、勝つしかないぞ、勝つしか関係ないぞ、あっちの結果は。もう勝つしかないから、今日3連勝して絶対勝してくれ。そのチームでできるのもう今日の最後だから、もう全員が出たら全力尽くそう。 OK、 こんな応援来てくれてるし、絶対、絶対いい日にしよう。 OK、 しこうぜ。ワン、ツー、スリー、ゴ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 よ。
よし、コーター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 、引っ張ってあげて。Go!
サンドラでかい。これさ、あのサイドここ全然開くんだけど、タイガとかリョウとか例えばいい形でこう運べた時、ちょっとトランスレートしてほしいんだけど、でここ数的優位なのにちょっと逆サイドに変えたりとか、もうここ全然崩しきっちゃっていいよ多分。2-1 で全然崩せるから、いや、リョウとか簡単に使ってあげたり、 2-1 で変えられるのに中につけてっていうシーンがあるから、全然それは悪くないんだけど、崩せんだったらもう崩しきっちゃっていいよ、全然いけるから。難しいことしないで簡単にこう崩していこう。それで詰まったらやり直してサイズチェンジすればいいから。数的優位なのにわざわざこう変える必要ないから、もういけるんだったらもう全然いけるし、この相手だったら。で、あの中を意識しながらいいんだけど、探して探して探してってなるとどうしても相手も中締めてくるし、だからもう見えたらテンポでつけて、自分がもう一回動き直す、つけて動き直す、つけて動き直すっていうのを何度も繰り返す。そしたら相手バテてくるから、そしたらどっか空いてくるから、それでどっかのその突破できた時、運べた時に数的優位でどんどんこうスペースを、この相手の裏をついていく。で、相手がこうどんどんなんていうの、プレッシングかけてくるんだったら逆にこのビハインド後ろが空いてくるから、戦術的なところもね、もちろん、そのままやっていくっていうことと、こういう試合が一番難しいから、で気持ちの面でも、でこういう試合しっかりものにしていく、最後まであのやりきるっていうことが大事だから、特に、今日、久しぶりに出たメンバーはもうここでやりきってしまい、もう次のことを考えてやりきろ、全部出し切ろ、取れるところでも取り切ろう、もうそこ次でいいやじゃなくて、そこで全部取り切る、で1対1、ね、1回1回のプレー、そこで全部やりきってる。勝ちに行くよ、最後まで行こう、さあ、ユーゴ行こうぜ、ユーゴ切らすなよ、切らすなよ、最後まで。
Good! Take a stick!
お疲れ様でした。まあこれね、今まで、グループステージ突破っていう、熱い壁を、なかなか突破できなかった今回3連勝でこうみんなの力で、だったけれども目標はまだもう1個上だから、ね、もう2つ上だから、ね、1回切らさずに一応しっかりと準備して次に備えましょう。 OK で今日せっかく高岡選手、昨日試合だったのにその後、ね、すぐ来てくれたんで高岡選手じゃあ一言、はい、メンバーに、お疲れ様です。昨日は僕は負けてしまったんですけど今日こうやってきてすごいいい試合を見せてもらってすごい嬉しかったです。残り2試合僕ちょっと用事があって来れないんですけど優勝できることを願っています。頑張ってください。よろしくお願いします。そしてグループステージ突破、お疲れ様です。疲れた。いやナイスプレーでした。第3戦目アイルランド戦クロアチアとメキシコはまさかのメキシコ 4-2 で、まあ、負けられない試合だったんで、はい、負けたら突破できないです。タケルは、まあ、今回アイルランド戦は休みだったんだけど、まあ、でも本当チームみんなで勝つってことに意味があったので 3-0 で、はい、ナイス勝利、勝利して7年目にして日本初グループ突破という。めでたい。次の動画では準決勝から、はい、ということなので、タケルも出ますし僕も、出るんですがアフリカ次の相手はアフリカ国とかじゃないですね、はい、もう大陸まで来た大陸で、どこの国かは分かりませんでも次のフォワード、まあ、もっとプロみたいです。アフリカの
のバチバチのラスさんとの対決が、はい、僕の中ではちょっと歌かなんかすごくしなやかでキープできてるっていうので歌か対策っていうか、まあレッツの時やったことあるんだけど歌かを想定してちょっとサインの心強いな、ね、やれたらいいなっていうのを思ってて、もう次は今まで以上にスイッチを入れないこと。そうですね、ちょっとレベル違う感じします、うん、レベルがかなり違う感じなんで初の優勝を目指して次の動画では準決勝流していきたいと思います、はい、次も頑張ります。それでは。今回スカイカナダ留学の全面協力でカナダ挑戦が実現しました。実際に選手たちと交わってですね、高校生年代、大学生年代にとって、海外留学というものがおすすめできるものだと感じました。なので実際に選手たちに、その感想だったり、どういう経緯で来たかっていうのを聞いていきたいと思います。自分は昌平高校というところでサッカーをしていたんですけど、怪我をしてしまってサッカーがほとんどできなかったので、大学でどこか海外に挑戦したいみたいなということでカナダを選びました。高校卒業後カナダに来て、9月からカレッジに入るためにずっと勉強していました。自分がカナダに来て思ったことは、いろんな国籍の方と交友関係ができたり、いろんな文化や言語を学べたことです。カナダに来た時はそんなに英語が喋れなかったんですけど、語学学校を通して、まあ、毎日のように遊びに行ったり、やっぱりアジア人の方がカナダは多いので、そういう意味で少し不安な英語でも理解していただくことが多いので、それで英語力が伸びたと思います。カナダに勉強しに来たんですけど、ビジネスを学ぶ上で学習スタイルだったり授業の感じが全く日本とは違ったりするので、視野を新しく広く持つという意味でカナダに来てよかったと思うので、ぜひ勉強したい方もカナダに来てほしいです。今回スカイカナダ留学、これから留学を挑戦したいと思っている人はぜひ、おすすめなので概要欄の方からチェックしてスカイカナダ留学、挑戦してみて、トライしてみてください。今回は非常に濃い時間を過ごせたのでありがとうございました。ありがとうございました。